HJ シリーズのゴジラのガチャガチャ第2弾出ててさ、ラインナップ見たら、なんとね、まさかの、めっちゃめちゃもう画像の時点ですっげえかっけえ、メカゴジラ？メカゴジラがいるという奇跡裏がレベルマックス外来中の外来。メカゴジラだけじゃなくて、ビオランテとかもさ、いてすげえ欲しいんだけど、とりあえずメカゴジラが出たら勝ちだな。うわ、めっちゃ楽しみだわ！メカゴジラ HG シリーズ、ゴジラ第2弾。これはどっから、あ、点線があるから、ハサミいらないのか。ペリペリ、ペリ。そしてメカゴジラっしょ。お、めっちゃ興奮してきた。メカゴジラ倒すぞ。一撃メカ、ビオランテだ！一発でビオランテ！うわぁ！いやでも欲しかったから全然 OK。 まずはラインナップの紙を見て、これ全種コンプマスティーだよな。もうマストゲッティじゃん、これ全種コンプマスティーゲッティだよな。メカゴジラもかっけえし、ヘドラでしょ、ビオランテで、ゴジラ、うわ楽しみすぎるわ。裏面には組み立て方が書いてあって、今ね初めて知ったんだけど、このゴジラね、海を歩くゴジラ再現できるんだって。足取ってさ、足と尻尾取って、ヘドラとビオランテのあのパーツにはみ込むと、こうあの海を歩くゴジラ。え、これパッケに書いてあったっけな。多分書いてなかったと思う。これ初情報、初情報。海を歩くゴジラも。いや、あの、今回ね、全部であの、4種類だったんだけど、保険を聞かせて6回やってきたんで、いつもは4回でやめるはずだったんで、今回はちょっと絶対に、あの、コンプしたかったし、メカゴジラ欲しかったから、6回やってきたんでね。セット内容はパーツ ABCD に、これが、クリアエフェクトパーツ。うわ、すげえいい感じ。ビオランテ。あとは、ABCD 順番通り多分刺していくと思うんだけど、まあ、穴見ればね、形でわかるから、全然違う形になってるから、全部このように差し込んでいき、ビオランテが、めっちゃかっけえ。え、やばくねこれ。ビオランテ、つかもう一個欲しいな、これビオランテ。出るかな。いや、でもメカゴジラだよな。うわ、美しい。美しいフォルムだ、ビオランテだ。うわ、つか、あの、結構でけえな。まあ、前回の、キングギドラのデカかったから、まあ、こんなもんだよな。結構迫力あるんだよな、デカさ。ガチャのね、このデカさ、迫力。すげえな。そして、あとは土台を、あ、そっか、土台も組み立てなきゃいけなかった。土台はね、めっちゃ簡単。この上を取って、逆にね、はめ込む。このように逆に、あ、じゃあ下からか。ドゥドゥルドゥルドゥドゥルドゥドゥドゥルドゥドゥル。ガチでか。これもう台座込みでさ、台座込みでめっちゃ迫力出んだけど。これ一体だけのさ、迫力やばいのに、このかっけえ台座。この台座があるから、この台座にセッティングすることによって、迫力がさらに増すという奇跡ブラコ。レベルマックスすぎる。一発目からやべえな。ビオランテ。いや、これマジメカゴジラ来てくれよ。二発目で来てくれたらすっげえ嬉しいんだけどな。とりあえず安心だよね。一番欲しい。いや、めっちゃ緊張する。だぜ、メカゴジラ。メカゴジラよ。出てこいや。出てこいや。気持ち悪いな、ヘドラ。いや、でもよかった、ヘドラ来て。めっちゃ気持ち悪いけど、ヘドラも欲しかったから。つか、全部欲しいからな。あれ、このシリーズって一回ないんだったっけ ?500 円だったよね、これ。一回500円だったよね。結構高いんだよね、このシリーズね。だからちょっと被られるとね、きついんだけど、メカゴジラとか被ってほしいからね、逆に。うお気持ち悪いヘドラ。めっちゃおぞましいフォルムしてるな。あの、クトゥルフに出てきそう。クトゥルフ神話に出てきそうなフォルムしてんだよな、こいつな。やべえ最高だわやべえ最高どうしようこれもう一個欲しいヘドラもう一個欲しいんだけど。うわ、気持ち悪いガチキモこいつガチキモ勢だな。すっげえ気持ち悪いわ。いや、でも、キモさがいいんだよな、ヘドラ。クオリティ高くねえか、この造形美。うわ、キモ。このキモさがたまらんわ、ヘドラのこの気持ち悪さ。セッティングして、台座。うおぉ台座の準備、完了。ここにゴジラ、いや、ゴジラセッティング。次あたりちょっとゴジラ出して、最後にメカゴジラっていうのも悪くないよね。最後にメカゴジラをセッティングという。うわぁヘドラ最高じゃん。やべえ、ビオランテの方がいいかも。ちょっと待ってな。これちょっと待ってな。俺ビオランテの方が好きなんだけど、このフィギュアに関しては、総合点ヘドラ上行ってるわ。ヘドラめっちゃいい、この気持ち悪い感じ。うお、キモ。このキモさがたまらんわ。ヘドラ、ビオランテ。うわ、すげえ、このクオリティ。これガチャだぜ、ガチャ。もうなんかフィギュアショップでガチャさ、このまま売っててもいいレベルのクオリティだよな。ガチャに思えねえわ。台座込みですげえいい感じ。しかしながらまだ、メカゴジラです。まさかパティンか。おい、ほんとやめろよ。ガチャやめろ。やめろ。マイナスなイメージはやめろ。マイナスなイメージガチャやめろ。絶対に出る。メカゴジラ信じろ。メカゴジラ絶対来るかな。メカゴジラ。メカゴジラ。メカゴジラ。メッカゴジラ。
頼むずきってくるメッカゴジラ、メッカゴジラめっちゃ怖え。いや出なかったらもう速攻やりに行こう。もうちょっとこれなくなるわガチで。これもうなくなってるかもしれない今現時点で。6回、いやー10回やってもよかったかな。10回やってもこれ10回やってもよかったレベルかも、このクオリティで。いやでもね、6個あればコンプできるっていうね、判断を下したのよ、その時の俺は。その時の俺はな。ちょっと、これコンプできなかったらもうぶん殴ってやりたいけどな。タイムマシンで戻って、その時の俺をぶん殴って膝切り、そして立たせて、チョークスラムからのピープルズエルボー、ピープルズエルボー。メカゴジってない？メカゴジってない？おー刺し切りきた、オッケー、メカゴジラだ。え、マジこれ、すげえうまい具合に出てんだけど、え、マジで今んとこ一回もかぶってねえじゃん。え、うっそ、マジ、え、マジでメカゴジラ来た。輝きが違う。他のやつらと輝き、やったメカゴジラ来た、よっしゃ。で、これメカゴジラの台座パーツね。台座パーツにメカゴジラ本体のパーツ。本体のパーツで、あ、なんかもう破けてる。え、俺破ってねえぞ。破ってねえのになんか破けてるぞ。おい、どういうこと、メカゴジラ。よく来てくれた。ウェルカム。ウェルカム、メカゴジラ。ようこそ。俺の部屋に、メカゴジラコレクション。いや、増えたな、メカゴジラコレクションが。やばくねえか、この輝き。すげえ、メカゴジラ。複雑な造形も再現されているぜ。ちょっと曲がってるけどね。カプセルに入ってたから、やっぱちょっと曲がっちゃって癖ついてるけど、まあ、これ徐々に直していく。輝きはすげえな、メカゴジラ。うわぁ。音が聞こえる。めっちゃかっけ。早く組み立てっか、メカゴジラ。よかったー、マジ来たー。正直、ブルってたんで、正直ブルってた。まさかパティンかと。来なかったらどうして、すげえブルってたんだけど、来たわ、メカゴジラ。うわ、かっけ。あ、これナンバーワンだわ。もうわかる、これもう決定だわ。いや、まあ、ゴジラ残ってるけど、これナンバーワンっしょ。今回。この輝き。うわ、かっけ。メカゴジラの尻尾ストリーム。すげえ。え、でももう一個欲しいな。これ出るかな、なんかもう一個、今日めっちゃ運いいから出そうな気がする。ポーズもいいよな、ザン。メカゴジラ、登場。メカゴジラ、登場、組み立て完了。メカゴジラ。うわ、かっけ、ほんと、ポーズいいわ、これ。で、このポーズ、めっちゃかっけえ、メカゴジラを台座にセッティングできるっていうね。ちょっとだけ尻尾乗せる感じかな。ちょっと乗せればいい感じで立つ気がする。ほら。よー、めっちゃかっけえ、やべ。これ、え、やっぱちょっと尻尾乗せた方がいいわ。尻尾乗せないとちょっと倒れる。こんな感じ。まあ、これでもいいけど、でもちょっと尻尾をね、乗せた方が。ほぉー、メカゴジってやがるぜ。うわ、メカゴジってる。すっげえかっけ。うわ、これやっぱマスティだったろうな。言ったろ、これ絶対やべえって。ナンバーワンだって言ったろ。メカゴジラナンバーワンでしょ、これ。ヘドランも良かったよ。ヘドランもすげえ気に入った、これ。でもね、もうイケメンレベル。団地だわ。ヘドロ、あ、でもヘドロはヘドロでいいな。やっぱそれぞれの、いや結局そうなんだよね。結局ね、それぞれの良さがあるんだよ、毎回。でもメカゴジラ、その中でもナンバーワンだろ、これ。めっちゃかっけえ。このジオラマがいいよね、ほんとね。台座も、ガチャのカプセルで台座もできるという。後ろ姿超かっけえ。メカゴジラ来た。つうか、コンプできる気がする、これ。とか言ってゴジラ出なかったしな。いや、ゴジラ出ないと海を歩くゴジラ再現できない。ゴジラ2個ゲットできれば海を歩くゴジラ2個できるんだよね。2個飾れる、ダブルでね、同時に。そして、あと3個。あ、でもよかった、保険聞かせて、今日3、もう6回やってきたからあと3個もある。絶対来るっしょ。狙いとしてはメカゴジラに、ゴジラに、で、ビオランテ。いや、まあ、メカゴジラでもいいけどね。メカゴジラトリプルとか絶対やべえじゃないか、お前。バカ野郎って、こんなの。メカゴジラトリプルやりてえな。3つ出すか、メカゴジラトリプル。しかしながらな、そこまで運がよくことが進むとは思えねえな。毎回ガチャ戦いじゃね、こんな運いい日めったにないんだけどさ、メカゴジラ1番の狙い来たからな。1、え、待って、メカゴジってないマジでか、おい、これお前バカロ、ガチのマジでか。いや、中身わからないシリーズで欲しいのダブルゲット降臨でとかめったにねえからな。すげえ嬉しいんだけど。まあ、中身わかるやつだったらその場で見てさ、まあ、ブロリーとか大抵わかるから、5ブロリーとかできるけどさ、もう中身わかんないシリーズさ、帰ってくるまでわかる、これめちゃ開けにくいやつだし、その場で開けれねえからさ、こんなわかんないやつでダブルく、これトリプル来るわ。間違いない。今日乗りに乗ってっから、ダブルメカゴジラ、そしてトリプルメカゴジラできる。超かっ
け。しかしながらさ、ゴジラも出さないとやばいんだよね。ゴジラも出さないとコンプできないから、ゴジラ一回出して、いやでもメカゴジラもいいかな。で、ゴジラ次回でいいかな。いや、コンプ次回でもいいかもしれない。ちょっとメカゴジラ、クワドラポ。クワトリプルを超え。クワドラポ。重さとかでは全くわかんねえからな。もう、同じだもん、これ。同じ重さ。まあ、ちょっとこっちの方が重い感じがしないでもないんだけど、これ当てになんねえから、マジで。毎回当てになんねえからさ。とりあえずこれでゴジラを出して、で、最後の1個で、メカゴジラ。で、終わるっていう。これでゴジラ出しておきたい。安心したい。それ1個に残ると不安だから、コンプできるかどうか不安だから、これでコンプする。ゴジラ来てくる。頼むぞ、ゴジラ。ゴジラ、お前空気読めよ、お前。お前、ゴジラ。ゴジラ、お前。いや、あのね、最高。いや、本当に。いや、マジで最高。これね、めったにないぞ。この、うわぁ、トリプルメカゴジラじゃねえか。削れてんのがいいよな。めっちゃ削れてる。えぐられてる。すげえリアルでいいわ。そしてセッティングして、トリプルメカゴジラを捨てて、うわ、マジでか。え、どうしよう、今日さ、行く？リミットブレイクする？リミットブレイクして限界突破して4、クワドラポ。トリプルを超えて、クワドラポメカゴジラ。いや、でもさ、これ次回あるかどうかわかんないから、今回でコンプしといた方がいいかな。いや、だってこんなかっけえメカゴジラだ。もう今、現時点でねえもん、もう多分。もうねえもん。もっとやっときゃよかった。いや、でもゴジラ出してコンプするか。めっちゃコンプしてえけどさ、メカゴジラ4個でもいいかな。でもさ、ゴジラいないと、海を歩くゴジラできないのよ。海を歩くゴジラ。しかもコンプできるかどうか、次回あるかどうかわかんないし、今回コンプしてメカゴジラ次回4個目ゲットするっていうのもありかもしれない。網わかんない。ちょっと待って、網どこあるこれ。いやー、迷うところつか。まあ、ビオランテとかヘドラだったら終わるんだけどね。もうその時点で、もう終わるんだけど、まあ、いいけど、まだ1個ずつしか出てないから、つか、一番欲しいやつ3個来るなんてマジ珍しすぎんだけど、これ、メカゴジラ3個来たトリプル、すっげー嬉しいんだけど、ガチやべえな。乗りまくっている。そして最後俺1個、これでゴジラが来るか、メカゴジラが来るか。まあ、希望としてはそのどっちか来てほしいんだけど、まあもういいや。うん。どっちでも、うん。いやでも、うん。いやでも、うわコンプしたいな。いやでもコンプ狙うわ。ゴジラ、海を歩かせたいし。ゴジラ頼むぞ。もう色でわかるからな。開けた瞬間に。3、2、1。ゴジラ。コンプできなかった。嘘、保険聞かせたのに。保険聞かせてきた。でも、負けではない。なぜならば、一番の狙いのメカゴジラが3体起きてるから、ビオランテ被りか、まあ、いいんじゃないかな。ビオランテも2個欲しかったし、まあ、要するにこういうことでしょ。こんな感じで海の中を歩かせることができるという。まあ、ゴジラでできなかったけど、メカゴジラでも超かっこいいやんけ、これ。海の中を歩くメカゴジラ。いや、ゴジラ、本家本元のゴジラじゃないけど、代わりにしょうがないから、代わりにメカゴジラを突っ込んだけど、次回は本家本元のゴジラでね、海を歩くゴジラをやるぜ。今回ゲットできなかったから、しょうがなく、仕方なく、こうやむを得ない事情でね、メカゴジラをね、突っ込んだけど、次回は、絶対ゴジラでやるぞ。もう一回これ探し出してやってくるわ。絶対コンプして、こうなったら。今回の第2弾もすげえいい感じだった。特にメカゴジラ。でもメカゴジラだけじゃなくて、ヘドラとかもさ、ビオランテ。めっちゃかっこよかったから、ビオランテとヘドラ。残。ビオランテもうちょっと伸ばしたいんだけど、癖ついちゃってね、引っ張って戻っちゃうんでね。だから何回もこう引っ張ってれば、いや、でも無理かな、これ。もっとブワッて広がってる感じにしたいんだけど、ちょっと伸びないんだよな、ビオランテな。そこはちょっと悲しい。ここもっと伸ばしたいんだよね、グリーンって。グリーンって伸ばしたいんだけど、ブックレットの画像みたいにこんな感じにしたいんだけど、なかなかなってくんないんだよね。しおれちゃってんだよね。水分足りてねえ植物みたいになってて、しおれちゃってんだよね。いや、まあそこはちょっと残念だけど、少しずつ直していこうかな、直していけたら。まあ、多分治んねえと思うけど、これ。めっちゃ癖ついちゃってるから。で、メカゴジラトリプルな、ザン。すげえ！まさかのメカゴジラ。今回6回やって、メカゴジラ3体に、ヘドラが1体に、そしてビオランテが2体という結果になったな。いやー、コンプできねえなー、このシリーズ。ほんと強えわ。偏り結構あるんだ。でも、その偏りがたまたまメカゴジラだったからすげえラッキーだった。一番欲しかったやつね。超最高じゃねえ、これ。トリプルメカゴジラ。三式気流トリポ。すげえ。激かっけえわ。これ5体狙いてえな。で、次回またあったら6回やってくから。で、もう6回やったら出るだろう。
もうその場で開けらんねえからこれ帰ってきて6回、あ、まあ6回、いや足りない、10回やる、10回やってくれ。これ確か1回500円だったんだよな。あれ400円だったっけ、ちょっと待ってね。いや、だって。いや、いろんなガチャいっぺんにやってきたからさ。混じっちゃうんだよね、値段ね。確かこれ500円だった。5000円。10回やったら5000円。いや、でもまあ、ソロガチャあるな、このメカゴジラ。かっけえから。メカゴジラ絶対10回やったら、まあ、3個ぐらい出るだろう。うん、おそらく。で、ゴジラもゲットして、全種類コンプリートということで。ゴジラ来なかったな、ガチで。海を歩かせたかったんだけど、こんな感じでさ。海を歩くゴジラしたかったんだけどね。海を歩くゴジラが再現可能できなかったわ。もうバカロな。もう保険聞かせてさ、保険聞かせて6回やったのにコンプできねえってお前、悲しすぎだろ。マジで。コンプに関してはね。でもね、あの、一番の狙いに関しては最高だった3つも来てくれたから。ということで、今回は HGD プラスゴジラ第2弾のね、回復レビュー。どうでした？コンプできなかったけど、最高のメンツだったわ。ビオランテ、ヘドラ、メカゴジラ、この3人衆最高だった。あとこのジオラマがね、すごいいいね。エフェクトジオラマ、そしてハイグレードリアルフィギュー。ゴジラ出なかったけどな、マジ悔やまれるわ、ゴジラ。それではでは、また次回次の第3弾でお会いしましょう。めちゃめちゃ楽しいだな。その前にこっちの第2弾コンプするけどな。第2弾絶対コンプ、ゴジラ出なかったか、くそ。保険聞かせたのにすげえ、ほんとマジショックなんだけど、絶対出ると思ったんだよ、正直最後。ゴジラ来てくれると、メカゴジラがゴジラ絶対来るだと思ったらビオランテだったからな。でもビオランテでも全然 OK だったけどね、ダブルビオランテだ。このクオリティだけ、ダブルピオ、もっとブハーってやりたいんだけどな、なかなかうまくいかん、ブハーって、これ、なんかいい方法ない？これ、ブハーってやりたい、もっと。あの画像みたいに。そうすることによって、迫力がもっと増すからさ、ブハーってやりたいんだけど、なんか固まっちゃってんだよね。まあ、狭いガチャの中に閉じ込められてたから、しょうがないっちゃしょうがないんだけどさ、でもこう見るとさ、前回のキングキドラ、バカでかいな。こう見ると、前回のキングギドラ、お前、でかすぎだろ、お前。めっちゃでけえ、この迫力。迫力に関しては前回のキングギドラがナンバーワンかな。めちゃめちゃ迫力あるわ。イケメンレベルはメカゴジラだけどな。いや、かっこいいな。メカゴジラ、ほんとかっけえわ。来てくれてありがとう。コレクションめっちゃかっけえ。メカゴジラコレクションがまた増えたわ。一生大事でしょ、これ。超かっけえ。マジこのシリーズいいね。HG ジオラマシリーズ、D プラスシリーズ。もっと出てほしいわ。どんどん出してほしいね。前回の1弾から結構間空いて2弾出たんだけどさ、あの次は早く出してほしい3弾。すげえ楽しみ。何来んだろうな、3弾。